はい、できました。カレー、プレミアムゴールデンカレー。大根と人参のサラダ。で、わけぎのネタ。ネタじゃん、ネタ。で、箸休めに、日の名の桜漬け。じゃあ食べましょう。では、いただきます。今日カレーどう？ちょっと美味しいね、カレー。あれ入れて、隠し味豚骨ラーメンのスープ入れて、うん、おいしい。芋熱い。食べさし、おいしい。サラダもおいしい。塗った合成度、これ、うん、塗ったおいしい。いい、うん、ポークカレー、うん、あ、美味しいね。今暑いんやろ。今食べへん。めっちゃ暑いね、これ。今びっくりするぐらい暑い。サラダ食べ美味しいで。よくわかんない。自分でいいよ。焼き肉じゃん。チャリでどういうとこ行ってきてん、今日10キロぐらいして、10何キロして大阪まで行ってんわ。ネスタリゾート無所詮
熱っ。よかった、これでちょうどご飯で。布団やのに上がらへんね。不思議や、こんなこと起こんねんね。めっちゃ美味しい。いやカレー美味しい。カレーってこう時々食べたくなるよね。このカレーちょっと辛いな。ピリッと辛いの。中辛いんですよね。めっちゃ辛いわけじゃないけど、ちょっとピリピリと辛い。
ますね、やっぱ、炎上系やね。おかわり、気分持っといて。さあ、よっこいじゃ。よいしょん。YouTuber？ YouTuber やっぱ出てんねん。テレビに YouTuber 出すのな、テレビと YouTuber のあれはなくてかかってるんでしょ。で YouTuber をテレビに出すやろ、だからテレビと YouTuber の垣根がなくなるやろ。でテレビで YouTuber の話をささへんやろ。で YouTuber 面白ないってテレビの方が面白いって思わすためにやってんね、美味しいね。日の名の桜月、いい箸箸になるわ。いやだっていいやん、夏目ぐらい切らしたいよな、うん、切らしたいよ。明日はすぐ気にすんだよ、いいやんな別に、かわいいやん。人のこと批判するのをテレビで助長してるやん、これアンチ生み出してんねん、結局どうしたらいいんだろうな、くだらんな、あいな、人なんで足を取りたいと人間だ、だからメディア装置やねん、メディアは装置やわ、メディアは洗脳装置やねん、こうやって人を批判するで楽しんでいいんだよっていう装置やねん、しょうもない、気持ち悪いよテレビ、ほんま気持ち悪い、それに気づいた、ほんまにな、ほんまテレビなムカつく、だんだん腹立ててくるんで見ようって、アニメだけで、ね、アニメも洗脳装置やとかあるけどな、洗脳するアニメだったらいいね、ごちそうさま、
ほんまテレビはくだらんね。いやこういうのをやるから人のねある程度言ってみたら先人がやってきてね、あのその当時の喋り方してたら笑うっておかしい話、ね。のぞみにとってはサラダ落としめっちゃ落としたあの洗脳装置に騙されてる間にいやサラダ落としてしまったわ。洗おうブランケットちょっと上がってきた。ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯カレーめっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。カレーにラーメンの残りスープ入れるのありです。で今日はね豚骨ラーメンのスープが1パック 4玉入ってて1パックスープ余るでしょ。あれを取ってやんね。あと味噌ラーメンとか北方ラーメンとかもあるんだけどあれまた何かに使ってみてもいいと思うしね。そういう使い方ありやと思います。はい、ではねカレーにね豚骨ありでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯カレーでした。カレー食べるとやっぱ元気になるね。なんかこう今日ちょっとしんどかったけどねカレー食べたい気分やって、カレーしたらめっちゃ元気になりました。ほんま昨日カレーが決めてんけどたこ焼きたこ綺麗な音だからたこ焼きにしたけど今日はカレーにしました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。